ザンビアに住んだのはすごく長いんですけど、もう人生の半分以上住んだんですけど、そう、自分がそのザンビア人だっていう実感はそこまでないかもしれないですね。まあ、もちろんザンビア人ですよ。だけどそのカルチャー、文化はそこまでわからないというか、で、日本人かと言われると実際そうじゃないかもしれないし、いやでも本当になんかやっぱミックスですね、多分最終的に完全に日本人でもなく完全にザンビア人でもなく、あとイギリスも長いんですけど完全にイギリス人でもなく、そのまあ中間をうろちょろとしている感じですね。